こんにちは、ドクターネッケスです。旋回門クエスト9周年記念の第3層エクストラ回想を1からやっていきたいと思います。エクストラ1回想、やけど麻痺混乱注意の力のフォローキラー、全くわかりません。状態上向こうのキャラがいいということなんでしょうか。サイクル山地でいいんじゃないですかね。これ変えようか。まあ難しいことはないんじゃない？行くぞ、甘いわ、逃さぬ、人殺すのみ、甘いわ、甘いわ、逃さぬ、はい、最大限の選手、甘いわ、もう一回、もう一回、もう一回。最強山神社どんだけ変わるか。硬いね。ちょっと待ってくださいね。いや、写真撮ったかなっていう確認でした。刃とこの剣を決まったな。型はついた。まあ、ここは状態上向こうの火力の高いキャラであればいけるんじゃないかなと思いますね。またアランカル限定技、アランカル スパダキラ、バラガン陛下かな。弱体注意でアビラマもかな。ああ、二人とも弱体耐性ありますね。ダメだな。被弾してもいいよという。作戦会議は済んだか。ちょっと申し訳ない。今回はね、どうしても写真の漏れを防ぎたい。行きましょう。作戦会議は済んだか。勝って。これは大変だな。クワトロ。あ、
あれ消えないの？どうした？消えない。行け。いやー必殺一発でいけないっぽいんだよな。危ねえ。そろそろ勝負。油断したいけるかと思ってしまった。話にならんの。どうかな、アビラマ。まあアビラマも青攻撃なんで、なんとかなりそうかなっていう感じありますね。うん。ちなみにアランカルキラー、まあアランカルキラーでも悪くないね。キラーに倍率かかってませんかね。そしたら3。力無所属キラー。9周年を迎えて最強となった8周年1号。負ける要素ないと思うんだけどな。押せよ、どけ、終わりにしよう。押せよ。残念やな。どこ行った。おお。どけ、終わりにしようか。押せよ。なんで俺が強い。必殺で一撃。全然悪い人。どけ、終わりにしようと。押せよ。押せよ。ありがとう、残月。はい、4階層。クストラ4階層。麻痺注意。技人間キラー。まあ、イチゴかなー。ソイフォンでもいいかもしれないんだけど、カタコラーン。あ、いや違うか。人間こうしたらいいか。全力で行くぞ。あれ？悪いな。
これで終わりだ。まだか。うん、見てる見てるじゃん。やるな。悪いな。まだだ。これで終わりだ。まだか。まだか。悪いな。これで終わりだ。まだか。まあ難しくないですね。殺死にがゲーム内これで終わりだ。まだか。これも俺の力。次エクストラ5階層。即の死神キラー。ほんと倍率がかかってないから正直誰でもいい気もすっけどな。ルムハさんです。即死なんて入らずに普通にただただ火力で押し切った。気慰みにもならない。6階層エクストラ6階層。人間所属限定人間キラー。誰？属性は？力。これは決まりですね。まあ困ったら自身で回復できるしね。ここはジャベリンがあります。さあ眠いぞ、頑張ろう。難しくないですね。よし、もう一回。はしません。一回で十分です。まあそのキャラクターが限定されてるときついですね。アランカル限定の。だから結局支援なんでしょ。
さっき見たんだわこれ。エスパーダの S じゃなくてアランカルキラーのシールをつけてあげた方が、よし行こう。恨まないでくれよ。楽しいな。素晴らしい。最高だよ。硬い。楽しいな。そら素晴らしい。レイアツ上げてきたらよかったな。最高だよ。楽しいな。素晴らしい。状態上になっちゃえば火力が出るんですけどね。楽しいな。素晴らしい。最高だよ。楽しいな。素晴らしい。そら最高だよ。素晴らしい。いやー、シエリでも硬いって感じますね。楽しいな。素晴らしい。楽しいな。最高だよ。シエリはその状態以上の時はかなり火力が出るはずなんですが、楽しいな。そら、そら楽しいな。素晴らしい。やりよる。無駄よ。ああ。楽しい。最高だよ。素晴らしい。楽しいな。あかやめちゃった。そう、あの列車のデメリットの一つですね。ちゃんとやりましょう。食らわない前提でシャドウを積んで、敵も硬いのでちゃんとした編成で、恨まないでくれよ。素晴らしい。最高だよ。楽しいな。楽しいな。硬いね。状態上になりませんか。楽しいな。素晴らしい。楽しいな。ひどい。そら、そら楽しいな。そら、素晴らしい。最高だよ。状態上な。楽しいな。そら、楽しいな。素晴らしい。楽しいな。最高だよ。楽しいな。素晴らしい。状態以上にしたらさっさと楽しいな。コートミを刺したい。そら楽しいな。素晴らしい。いや勝って最高だよ。楽しいな。楽しいな。素晴らしい。楽しいな。最高だよ。全然楽しいな。さっきより全然状態じゃない。素晴らしい。そら、必殺技サクッと使えば楽しい。楽しいな。最高。素晴らしい。楽しいな。さぞ使えないうちに倒してると。僕は今完全に僕になるさ。エクストラ8回そ。クインシーキラー、地のクインシー、違う、心のクインシーキラー。微妙
微妙だけど、戦場退場無効で、列車状態全ダメ。低圧。これやるぐらいやったら、ああこっちの方がいいでしょうね。倍率かかんないから。クインシーキャラのシールどこですか。あー毒になってる。状態以上耐性がなかったか。よかった。そら9人間限定、敵への強攻撃ダメージ 0.5 倍、通常でいけってことか。技の織姫さんってことですね。はい、通常特化で押しましょうというところですね。いないんだけど、そんな人いる？いませんね。30、30、30入ってみる。でもバフバリアがある時点でもう負けないんだよね。バリアはなかった。あの意外に長かった。一回取っ。始めようか。あの追尾設置が思いのほか長かった。あ、なんだなんだ、すげえカクカク、すげえカクカク。あーでもこれ40秒待つのめ、マイク待とうか。めっちゃカクカクしたな。ついでに強行ここかな。させないよ。なるほど。させない。そうだ。
これでよし。かわいいな。例えば他誰がいいんだろうな。バトルの織姫。あー、ウリュウで追尾設置で拘束してっていうのもありでしょうね。通常型っていうとやっぱ織姫、織姫、まあタツキ、あー、タツキはありだね。致死生存でいっぱい積んでっていう。そしてラスト、力のクインシーキラーのさ、クインシーキラーは一応見るか。あー、せっかくだからウルキつけましょうか。キラーのシールとクラシックティーカップ。でまあ被弾してもいいように、はい、ラスト任務か。もう眠くて無意識でやってるからもう一回。あーば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 。任務開始だ。どこに配置が奪われる。どこに無駄だ。どこに敵多いな。連絡あー、そうか、状態の確率アップがあるのか。はい、撮影終わりそうだな。失敗しちゃった。問題ない。まあウルキもそうだし、未来ウルキもそうだし、イッシュもそうだし、倍率は測ってないんで、まあ、強いキャラ使えばいいんじゃないかなと思います。さあ、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。